あの江崎と申します。あの。このですね、ここではあの第一回日本最高大賞っていうのを私いただきまして。あの歴史認識の問題で。まあ本当に。あのこのね、まあ本谷先生はじめとするまあ方々には本当にお世話になってまして。まあ心から感謝申し上げる次第です。この間安倍総理がお亡くなりになって。 僕はですね、安倍総理にあの初めてお会いしたのはですね、1994年か5年、一年生議員の時なんですね。あの当時あの僕あの、僕、まあ、安倍総理の兄貴分だった中川翔一先生という人がいて、あの方たちと一緒にですね安全保障に関する研究会にいまして、でまあ、当時、中川先生は2回生議員だったと思うんですが、で1994年というとですね、 自民党はですねこの野中先生や加藤浩一先生たちが中心でバリバリの中国 B 気でしたでそういう中で中国の危険という危険性とかそういうことをちゃんと考えるべきだということで、まあ、自衛隊法改正の問題の議論をやっていたわけですが、まあ、あの自民党内では本当につまはじきものでしてですね、まあ、こういう安全保障とか憲法改正とかをやっていると 党の執行部自民党のですよ、執行部からにらまれて俺たち出世できないんだよなーっていうようなことをですね新橋の居酒屋でもう嘆いてもう何としても自分たちをこれね党内改革をしなきゃいけないんだって話をされていましたである時ですね江崎さんっつって自衛隊法改正の問題に関して本格的にちょっと研究会をねやろうと思っていると。で、 でそのことに関して一緒にやるって言っている、ね、若手の一年生議員がいるので、前崎さんちょっと紹介するからって言,って言われてあの紹介いただいたのが安倍総理でした。当時一年生議員ですね。で、議員会館に伺って、まあ、僕、まあ、初めてお会いしたんですけど、物質系にですね、あの安倍先生なんでね、安全保障とか防衛とかね、自民党の幹部から ねえもう、にら、まあ、まれるようなことをしようと思ったんですかというような趣旨のことを聞いたんですね、そしたら、安倍さんですね、いや、自分はだって、やっぱり地盤があって、選挙苦労しなくていいんだってで、選挙苦労しなくていい、自分みたいに恵まれた人間は、だからこそ票にならない、憲法だとか、安全保障とか、 そういうういこととをやるののが自分の役割だと思うんだ思んよねっていう話をされてああそういうことを考える人がいるんだっていうのが僕はですね本当に、まああのね、1年生だって議員だった安倍さんの、ね、あの時の,夢あの,この顔とか別になんかこの気負うわけじゃなくて本当にすあの自然にやっぱり自分はそういうことをしなきゃいけない役割なんだよねって言って。 いうのをおっしゃってああこういう人がいるんだっていうのでものすごい感動した覚えがありました。でその後ですね1996年のことなんですが中学校の歴史教科書にいわゆる従軍慰安婦が一斉に載ったんですね。でなんで中学生に「 ね、根拠あいまいなち従軍や婦なんていうのを押しね載せなきゃいけないんだっていうことでみんな反発をして当時藤岡信勝先生とか西尾勘治先生たちが新しい歴史教科書を作る会っていうのを作ったんですそれが1996年の12月ですでこの動きに呼応してですね中川翔一先生とか、まあ、あの江藤誠一先生ですね参議院議員の当時は衆議院議員でしたけど 日本の前途と、ね、歴史教科書歴史教育を考える若手議員の会っていうのを作ったんですでその時の事務局長があの時僕若干ねそのね勉強会のお手伝いしたんですが当時はですねあの加藤浩一幹事長山崎拓政調会長でして。<laughs> あのそんなね、勉強会なんかに参加したら干すぞって、党内での締め付けがすごかったです。で、そういう状況なのに、やっぱりこのね、中川先生も江藤先生も安倍さんもですね、全然ひるむのことはなかったし、当時、朝日新聞は狂ったように批判しました。 政治家が歴史教科書に介入するなんていうのは、教育基本法に占められた政治的中立に違反すると、教育基本法違反であり、憲法違反だって言って、もう凄ましかったですね。で、なおかつ当時のアカデミズムは左ばっかりでしたので、この歴史教科書の勉強をするって言って、教育の勉強をするって言ったって、協力する歴史学者ほとんどいないんですよ。で、そういう中でですね、 あの藤岡信香先生とか西岡管二先生とか、まあ、中村明先生とか、まあね、あと当時まだあの、ね、現代コリア研究所の、ね、研究員だった西岡勉先生とかそういう方々呼んで自民党本部ででの勉強会を始めたんですあの時ですねなんでそういうことをやったのかって言ったら、ね、教科書に慰安婦とか何とか載ったのは文部,、ね、文部省や 外務省の官僚のせいじゃないんだって自分たち政治家が近現代史のことをちゃんと勉強してなかったことが問題なんだっつってやっぱり当時の,、ね、あの中川先生たちの態度は立派でしたね,ね,あのねあの下手するとね政治家たちってすぐに官僚のせいにするわけですよで官僚ぶったたいてね自分たち関係ねえみたいなこと言うんですが安倍さんたちはそうじゃなかった 官僚たちを率いるためには、自分たちが金現大史の勉強をしなきゃいけないんだ。それもね、自民党の執行部の人たちに睨まれながらです。あの僕は勇気と覚悟っていうのは、もうすごかったと思いますし。まあ、あれやってたんで、まあね、某朝日新聞をはじめとした人たちから、もう、打喝のことを嫌われましたね。 あのやっぱり勇気と覚悟と自分たちが近現代史を自ら学ぶ、まあ、このね笑平塾の趣旨に合ってると思うんですがあの政治家ってねあのまあここにも議員の政治家の人たちが忙しいんですよ。奮起刻めてやってるんですよ。その中でね近現代史の勉強を一からやるなんてもうまどろっこしくて仕方ないんです。でもそれをやらないかったから。 文科省や外務省の役人たちはダメだって言ってきたから、ね、自分はね、教会あのね、これだけおかしくなったんだって。あの、やっぱり覚悟というものを僕は見て、本当にすごいことだなと思っていました。と同時に、やっぱりね、といわゆる東京裁判士官というか敗戦国士官を見直そうっていうふうになると、ね、国際社会からは敵に回すと。 欧米からもね非難されるとねはねやっぱりねイビジョニストだ修正主義者だって言って国際社会から批判されるっていうふうに朝日新聞からぶったたかれてたわけですだけど僕その朝日新聞の報道を見ててですねこれ本当にそうなんだろうかって思って今からあのですね、まあ、1997年この歴史教科書の勉強会始めた時と2001年アメリカ渡ったんですね でアメリカでヘリテージ財団も含めた保守系のシンクタンクずっと回ったんですで近現代史のことについて向こうの研究員のメンバーたちとずっと話をしたんですしたらですね彼らの一人がですね「ベノラ文書って知ってるか?」って言われたんですでなんでそれっつったの1995年にって情報公開でアメリカ政府は戦時中のねソ連とね <laughs> アメリカ内部のスパイたちの更新記録を公開したんだと。これは政府のちゃんとした文書です。あの一研究、そのベノラ文書という情報公開の結果。ルーズベルト民主党政権の中に、ソ連のスパイや協力者が山ほどいて。しかも、ね、日本がね、第二次世界大戦、真珠湾攻撃をきっかけになったハルノート。 を作ったハリー・デクスター・ホワイトという、ね、財務次官法はソ連のエージェントだということも明らかになっているんだってこれは公文書に基づいてですそういう形でアメリカの保守派や歴史学者の中では先の第二次世界大戦は、ね、本当の敵は日本だったのかってソ連のスパイたちによって踊らされた部分もあったんじゃないのかって という見直しをしていることをお前知らねえのかよって,ってこの間ね、あの、ウイーグルに関して、ね、あの、警察のね、文章を公開した、ね、あの、アメリカのね、保守系シンクタンクあるんです。共産主義犠牲者追悼財団っていう。その、共産主義犠牲者追悼財団のね、ファンダー、創立者がリー・エドワーズっていうんですが、このリー・エドワーズに僕は会って、 彼からベノラ文書の話を聞かされて。それってどうやって見に入るって言ったら、まあ、あのヘリテザイ財団で行ったことある人あるでしょうけど、ヘリテイ財団の近くに駅があって、駅に本屋があるんですよ。そこのね、ブックセラー行けば、ベノラ文書に関する、ね、本、研究書がいくつも出てるよってって。で、びっくりして僕それ買って、日本に帰ってきて、京都大学の中西テルマさん先生に、ね、こういう本が出ているんだけどって。 日本で紹介すべきじゃねえっつっていう話をしてそれで中西先生たちが翻訳をして PHP 新書から本が出た。 で、これやっていってですね、だからアメリカの中は一枚岩じゃなかったんだっていうことが分かって、で、それに関する研究の動向を紹介した本を、まあ書いたんですね。僕は、あの、中田町でずっと政治の仕事をやっていて、まあ具体的に言うと、平沼武雄先生という経済産業大臣や石原慎太郎の秘書をやっていたわけですが、まあその、まあ、まあ、人段落しついて、まあ物書きに転じて、まあそれに関する研究書を出したら、 まあその本がまああの日本最高大賞を頂い,いて、賞金1000万頂い,いたんで、まあ,あ、これ頂い,いたお金をね、自分のために使うのもなんだなと思って、その後ですね、アメリカで歴史の見直ししているならば、ヨーロッパどうなってんだよって思って、チェコ、ハンガリー、ポーランド、バルト三国、ああいう国々をずーっと回りました。で、回ったらですね、 ヨーロッパバルト三国でも歴史の見直しは起こっていて実はねナチス・ドイツも悪かったけどもっと悪かったのはソ連・スターリンだってでこのソ連・スターリンを手こ入れしていたルーズベルトとチャーチルにも問題があったんだっていうことをポーランドやバルト三国は戦争博物館作ってまでして告発の展示をやっているわけです。 要はナチス全体主義も悪いけどもソ連共産主義という全体主義はもっと悪くてでも第二次世界大戦の終わった後ニュールング裁判ではソ連共産主義は正義だとしたんですルーズベルトとチャーチルたちの動きによってこれは間違っていたんだってニュールメベルグ裁判でソ連全体主義共産主義も断罪すべきだったんだ いう博物館を冷戦が終わってからバルト三国やポーランドでずっとあっちこっち作ってたんです。これずっと僕回ってその博物館とその関係者学芸員たちにインタビューして本をまとめました。これねややっっぱりそうやって 東京裁判士官を見直すとね日本はリビジネスだって批判されるみたいなことを言ってるこの朝日新聞の議論っていうのは、ね、実はごく一部の話であって世界的に見れば、ね、悪かったのはナチスとスターリンであって別に日本はねスターリンとソ連と組んでしまったけども、ね、だからといって別に日本は別にユダのね虐殺やったわけでもないし。 その辺のね、歴史の見直しが欧米で起こっているんだっていうことを、もう少し視野を広げて見ていかないとまずいんじゃねえっていうことを今思って、まあ、産経新聞で僕は正論の執筆弁ーさせてもらってるんで、まあ、産経新聞に書いたり、まあ、あの、いろんな本に、まあ、単行本で書いたり、まあ、いうふうなことを今しております。大事なのはですね、世界的な視野で、 ね、歴史とといいうものを見ていくことです別にねあの欧米諸国はだからね日本が良かったって言ってるわけじゃないですだけど、ね、あの少なくとも第二次世界大戦に対する評価において日本が悪くて欧米が正し,、ね、正しかったんだ、ね、ソ連が正しかったんだという議論の仕方はフェアじゃないよねっていうふうになっている。併せて 2019年にですね、EU の欧州議会の方が、まあ決議を出して、この欧州議会決議では、ニュールンベルグ裁判をもう一度やり直すべきだということを決議いたしました。これは、ソ連共産主義の、ね、責任を追求してきなかったことが、現在のプーチンによる 全体主義的、侵略的な対外政策を正当化することになっている、プーチンの侵略主義的な対抗に対抗するためにも、ソ連共産主義のひどさをきちんと再検証すべきだということを、欧州議会として決議をしております、この辺の動向に関しても、日本のメディア、本当に報じないんですよね。 まあ僕ははっきり言うけど、日本のマスコミって変更してるんじゃないんです。視野が狭いんです。はっきり言いますけど。だからその辺のね、ところの動きというものをもう少しこう、表にね、出すようにしていきたいと思いますし、まあ,あの、ちょっと今日持ってきてるんですが、関心ある方、7月31日に東京で、この欧米で広がる戦勝士官の見直しというですね、あのシンポジウムをアメリカの歴史学者と一緒にやります。で、多分、 あのオンラインでイタリアの歴史学者も参加してくれる予定になっています。あの世界的なね仲間をとともにですね日本のね歴史見直しというものの動きを世界の動きにしていくためにぜひとも、まあ、皆さん関心を持っていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございます。